ロビン・エヴァン・ロバーツはアメリカメジャーリーグで活躍した投手。ウト・リョーダ。アメリカ合衆国入りのイシュー、スプリングフィールド出身。1948年から1966年にかけて、主にフィラデルフィア・フィリーズで先発投手として活躍し、通算286勝を挙げ、アメリカ野球殿堂入りを果たした。ミシガン州立大学出身。 最初はバスケットボールをプレイしていたが、途中から野球に力を入れるようになった。フィラデルフィアフィリーズに入団し、1948年6月18日にメジャー初登板、初先発。この年は7勝9敗に終わるが、翌1949年は15勝を挙げる。ただし、15敗を起死し、まだ不安定であった。 1950年は40試合登板で20勝11敗、防御率3.02の高成績を残し、オールスター初出場。この年チームは35年ぶりになりリーグ優勝を果たしたが、ロバーツは最後の5試合中3試合に先発。シーズン最後の登板では、優勝争いを繰り広げるブルックリン・ロジャースを敵地エベッツフィールドで延長10回の末破り、 優勝を決めると同時に、チームでは1917年のピート・アレクサンダー以来の20勝を記録した。このフィリーズの快進撃は、MLB の歴史において、ウィズ・キッズと呼ばれる。1950年から1955年まで、20勝11敗、21勝15敗、28勝7敗、23勝16敗、23勝15敗、23勝14敗と、 毎年20勝を挙げ、1952年の28勝は、ナリーグでは1935年以後の最多勝利である。1952年から1955年までは4年、連続最多勝利のタイトルを獲得。1953年と1954年には最多奪三振のタイトルを獲得。1954年5月13日の新シ,シナティレッツ戦では、 初回一番打者のボビー・アダムズに本塁打を浴びるが、以後27人をパーフェクトに抑えて、関東勝利。当時のナリーグを代表する投手であった。コントロールに優れ、与えた支給はシーズン最多でも77。打力にも優れ、通算打率こそ、167だが、通算安打は255で、うちに塁打55、三塁打10、本塁打5があり、長打率は、 226、打点も103あった。1956年に19勝に終わって20勝が6年連続で、止まると、以後20勝を上げることはなかった。1957年以後は10勝22敗、17勝14敗、15勝17敗、12勝16敗と、負け越すシーズンが増え、1961年に1勝10敗に、終わると、フィリーズから戦力外通告となる。 その一方で、ロバーツの長年のチームへの功績も評価され、対談した翌1962年に、ロバーツの背番号36はフィリーズ初の永久欠番に指定された。1962年からは、ボルチモアオリオールズに移籍。この年10勝9敗と復調し、1963年には14勝13敗、1964年も13勝7敗を上げる。 1965年途中にヒューストンアストロズに移籍し、両球団合計で10勝を挙げるが、1966年途中にシカゴカブスに移籍し、合計5勝を挙げたのが、メジャー最後となった。あと14勝の通算300勝達成に意欲を見せ、翌1967年はマイナーで投げたが、メジャー復帰は叶わず、現役を引退した。 1940年代から1960年代にかけては300勝を達成した投手がウォーレン・スパーンしかいなかった。主にこの間に活躍し、電動入りした、ボブ・フェラーが266勝、ボブ・ギブソンが251勝、フアン・マリシャルが243勝、ホワイティ・フォードが236勝。フェラーの場合は、全世紀に3シーズン以上兵役で取られたハンデが、 あるとはいえ、彼らと比べても、ロバーツの成績は優秀である。喫した、本類だ505本は2010年6月27日に、ジェイミーも、イヤーに更新されるまで、MLB 歴代最多だった、ロバーツのフィリーズ在籍時の背番号、36。フィラデルフィア・フィリーズの永久欠番に1962年、指定。引退後、1976年に、 アメリカ野球殿堂入り。1999年には、オールセンチュリーチームの最終30人にノミネートされている。現在フィリーズ本拠地、シチズンズ・バンク・パークの球場街に銅像が建てられている。2010年5月6日、老衰のため、フロリダ州の自宅で死去。83歳ボーズ。成去後、フルス・フィリーズでは2010年シーズン中は、ロバーツの永久欠番。 36のユニフォームをベンチに掲げるほか、各選手の袖に、ロバーツの永久欠番36をあしらった模章パッチをつけて試合に臨んだ。いずれもシー・ポール・ロジャースとの共調。ありがとうございます。